黒17の四、右上隅小目。白16の16、右下隅星。対局者をご紹介します。黒番の千田達也七段です。25歳、福井県出身、日本棋院中部総本部所属。 NHK 杯戦は4年連続6回目の出場です。左上隅33。10秒。白3の16、左下隅小目。白番の趙智勲25世本因坊です。59歳、韓国出身、北に稔九段門下。日本棋院東京本院所属。 NHK 杯戦は42年連続42回目の出場です。10秒。白8の16、ハサミ。それでは解説者をご紹介します。小林光一名誉棋聖です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは今日の一戦、見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、やはり趙智勲25世本因坊の方がね、はい、積極的に仕掛けていくんじゃないかという気がするんですけどね。まあ、それに対して志田七段の方がね、3の13、まあ、どのように対応して、まあ、また反撃していくかがね、その辺が見どころになるかと思いますね。さて、立ち上がりが早速ちょっと珍しい。そうですね、最近三々が出ましたね。黒番で三々というのは非常に珍しいですよね。まあ、非常に字に辛い手とは言えますね。志田七段は割と字が好きな、割とそう冷静でこう字に辛いっていうような感じがしますね。まだ対局したことがないのでね。彼は名古屋ですからね。そうですね、はい。そして、こちらですね、趙智勲25世本因坊、はい、考慮時間に入りましたね。そうですか、9回です。両者の対戦成績ですが、はい、はい、超25世本因坊の1勝0敗と。そうですか、はい、まだ ね、そうですね、1局だけですもんね。はい、今こうね、挟み返したこの手もね、はい、割と珍しい手かもしれませんね。はい、まあ、何かこのかかった石からこう飛んだりするのが一般的かなとは思いますが、白もこの対応がいくつか考えられますか。ちょっとね、意表つかれたような感じもしますね。はい、この手は割と珍しいですよ。40秒。はい、まあ、普通にコスミぐらい打てばね、ええ、普通なんですけど、はい、コスむかつけるかどっちかだと思うんですけどね。55秒。コスみましたね。はい、そうですね。白4の15、コスミ。黒はこう分断されてしまいますが、まあ辺に展開してね、まあかかって石は場合によっては、まあ、捨てて打つっていう、20秒。ああ、そうですね、なかなか、黒3の10、二間開き。10秒。本当にしっかりこう地を取っていこうという、落ち着いた一着ですよね。はい、ね、そうですね。ああ、かかった。はい、白も一手かけましたね。6の16、かけ。これだとまだあの黒の石はまだ死にきってないんですね。そうですか、周りにこれだけ白石が来ましたが、かける手とコスミつける手と迷うとこなんですけどね。どっちでしたかね。はい、20秒。25秒。黒17の14、かかり。黒はまあ足早のね、布石という感じがしますね。はいはい、どんどんオーバーを打ってしまおうというね。20秒。あの志田七段は、はい、25歳で、はい、25秒、はい、この、まあ、賞金ランキングで、まあ、ほぼ毎年こう入団してからコンスタントにこう、いやー、これなかなかね、重ねてきて、NHK 杯にね出場するのもなかなか大変ですからね。はい、もう若いうちからね、今期で6期目ですか。そうですね、6回目の出場、6期目っていうのは多いですよね。はい、大したもんですね。まあ、中部の期待の、ね、そうですね、中部でやっぱ光ってますよね。はい、まあ中部ジャッジたりとあれですけどね。もうなかなかね、もう今は
強い若手がいっぱいいますからね、大変ですけどね、はい、ここで、うん、この白の長25歳の、これはですね、まあ普通にこう、まあ、受ければ最も普通なんですけどね、5桂馬に白打たれましたね。そうですか、ハサミですか、ハサミですか、そうそう、どっちかなんですよね、受けるか、うん、ハサミかね、はい、まあ、より積極的な手と言えますけどね。10秒。ああそうですか。いや17の17。徹底的に地に辛く打とうっていう作戦かもしれませんね。17の16、これでもうね、この定石になるともうほとんど、右下はね黒が、まあ、取りますんで、まあ黒が地を先行するっていう展開ですね。20秒ですね、はい、これはもうこうなるとこですね、はい、白15の16伸び、そうですね、これはもう黒18の16一本道ですね、はい、白18の15抑え、黒18の17次、白17の15次、ね、黒14の17飛び、このかかりも白ですね、15の4かかり、ね、ですか、10秒、まあ、長地君さんもどっちかっていうとね、この黒のみたいな打ち方もするんですよね。そう、やっぱりあの、ね、そうですよね、こう、なんかこれはたくさん字を先に重ねて、しのぎ勝負というイメージが、ね、それをなんか逆にお株を奪うみたいな打ち方ですよね。渋いね、うん、黒17の6本当にじっくりとじっくりですね、はい、打たれていますね、まあ、今ね下つけて普通に定石にね見たく打つ手もあったんですけど、はい、なだれて、模様が大きくなるのを恐れたんでしょうかね、はい、20秒渋いですね、25秒、はい、白17の3つけ、10秒、20秒、25秒、そうですね、これは最も普通ですね、はい、黒18の3跳ね、白16の3引き、この辺も定石ですか。そうですね、こういう形ありますね、はい、まあ、長地君さんもね、20秒、今年の1月でしたかね、はい、あの棋戦優勝者だけのね、はい、早碁棋戦があったんですけどね、見事優勝しましたよね、まあ、今をときめくね井山さんなんかも出てたんですけどね、井山七冠も出てたんですけどね、見事優勝しましたよね、若手もね散らして、大したもんですね、やっぱりまあ碁に対する情熱はやっぱりすごいですよね、20秒、白6の3かかり、ずっと小さい頃からそうそう、もう長地君さんとは同門でね、あの子供の頃は北に道場でね、枕を並べてねあの生活してた仲なんですけどね、はい、彼は6歳でね韓国からやってきたわけなんですけどね、まあ、年は私の上なんですけど、彼の方が先輩になるんですね、あ、入門が早かったんですか。2年半ぐらい早いんですよね。25秒、まあ、天才少年のね名を欲しいままにしてましたけどね。30秒、石田達也七段、もう随分昔の話になっちゃったけど9回です。今、そうですね、こちらですね、これはまあ黒にまあこういうふうに受けさせて、まあこのように開いたよというね、このバランスをね考えて打った手ですね、はい、これは受けないことも考えられますか。そうね、受けない手と言っても結構難しいですけどね、受けないとね、白からやっぱりこういうふうに肩に来られるのがやっぱり結構厳しいですからね、はい、こう、だいぶこう場合によっては抑え込んでくるって、だってなきにしもあらずでね、こう圧迫されちゃう意味だって ね、ちょっと嫌ですからね、まあ他にはどうなんでしょうね、まさか挟むってことはないと思いますけどね。そうですね、やはりまあこの手が最も、はい、黒
自然な感じがしますけど、そうですね、白9の3二間開き、だいたい布石が骨格ができましたね、はい、うん、こうしてみるとこう、まあ、一応それぞれがこう形が決まって、ええ、あまりこう戦いにはなりづらい互形ですか、うんうん、ただしかしこれからどうなるかね、はい、この右下なんかちょっとね、ええ、うん、火花が散る可能性があるんですけどね、はい、25秒28秒来ましたね、来ましたね、はい、黒15の14、うん、飛び、うん、これは一つの形でね飛んでみたいところではありますね、はい、10秒これやっぱり遮断されると白はやっぱりちょっとね、ええ、弱い石が2つできてしまうんでね、はい、ここは白注意を要するところですね、惜しい、10秒、うん、これはまあ伸びる一手かな、はい、20秒25秒、そうですね、はい、黒13の17、うん、そうですね、はい、はい、うん、これやっぱり必要な一着なんですよね、白ここやっぱ渡っとかないとね、16の13、危ないですからね、はい、はい、もし黒がこう繋いだら下一軒に、一軒に、また下に飛んで、渡っとかないといけないですね、はい、それで連絡してるんですね、20秒25秒、そうですね、黒16の14、この一着が、まあ、絶対の一着って言ってもいい手ですね、18の13、はい、飛び、さあこの辺からどうなるかが難しいですね、10秒黒も動き出した以上は、そうそう、ちょっとほっとけないですよね、あの3目が飲み込まれてはいけませんからね、はい、これからの一手一手が難しいですね、20秒25秒こう覗きですか、黒15の12、なるとね、覗きはまあ無駄がないということですか、白16の12、あまり白反発は、ね、白反発はできないですね、はい、はい、つなぎになりました、うん、まあ、これで一気に飛んでようということでしょうね、はい、多分、はい、10秒、うん、20秒、まあ、先ほどは打ち弟子時代の話も少し伺いましたが、はい、はい、あのね、入山されてから本当に数々随分ね、番勝負含め長竹さんと130番ぐらいやってますかね、もうちょっとやってるかな、はい、まあ、一番多いんですよね、白13の16、やはり意識飛行するところも多かったですか、そうですね、うん、まあいろいろね言われたりもいろいろしましたね、でも本当まあいい男ですよ20秒、なんか今こうしあの例えばイベントとかでこうお二人のこのお話とか伺うと本当にこうお互いをこう尊重し合ってるというか、いやもうねこの間もね、最近私成績も良くないんでね、小林さん何やっとるんだってねちょっと軽く叱られたというか励まされたというかね、そういうこともありましたよね、10秒、はい、今もうねそういうこと言ってくれる人はあまりいませんから、うん、すごく大きな存在ですか、そうです、そうですね、まあ本当、うん、まあね本当あのまあ険しい勝負を随分してきましたけどね、まあ今もこの年になるとねそんなにね3回目の交流時間に入りました、残り7回です、うん、そうですね、これも跳ねてね、まあこれはまあこう跳ね出す一手かなと思いますけどね、はい、うん、でここは切っていかないと、これはこう伸びでしょうね、はい、切る手はちょっと危険だと思いますね、白ですね、白ここのラインを切断して、これそう切断しないと面白くないですね、はい、で黒も、まあ、こちらちょっとちょっと切りにくいでしょうね、伸びて、まあ、このような展開予想しますけどね、はい、うん、まあ、この石がどうなるかですよね、
黒は着々とこう地稼いでますからね。そうですね、何かまたどなたに考えたらいいんでしょうか。なんかやっぱりこの、こうとかね、40秒、こんな感じですかね。こうとかこうとかっていう感じですけどね、まあ、第一感ここでしょうかね、こんな展開予想しますけどね。どうでしょう、今ここまでですか。50秒、そうですね、黒が跳ねたところですね、これ伸びられちゃったらね、この石全体が薄いですからね。58秒、まあ、しかし長地君さんの碁はね、もうびっくりするような手が飛び出しますからね、もうなんていうか常識が通用しないとこありますからね。はい、でももう一度使われていますので、はい、なんか他のことを考えてるのかもしれませんね。まあ、跳ね出して次は普通なんだけど、ちょっとそれじゃ物足りないと見てるんですね。割り込むような手を考えてるんでしょうかね。あ、切った、ほらね、こういう手が出てくるんですよ。これはね、12の17切り、ちょっとびっくりの一着なんですけどね。こんな手ありますか。はい、いや、ちょっと第一感はちょっと志田七段もちょっとびっくりしたんじゃないかな、この切りには。はい、これ普通に当てて抑えられてね。はい、20秒。一応車の出が、あの穴が開いてますが、25秒、はい、28秒、ちょっと意表つかれたかもしれませんね。これは早くも仕掛けで、志田七段2回目の考慮時間に入りました。ちょっとやってみましょうか。残り8回です、ね、この切りがね、はい、ちょっとこれはさすがに私も無理だと思って言わなかったんだけど、まあ、こう当てて、はい、下がって、まあこういうふうにやるんですね。はい、そちらを押さえて普通に当ててつくんじゃ何やったか分からない。これ曲げてこうってことですよね。はい、これで白はこちらをやはり、こっち打ったんじゃこれ何打ってるか分かんないもんね。これじゃね、だからこうやってこう伸びられて、はい、この変化をね、短時間でね、こんな手があるんですか。ずっと逃げていくということですか。逃げてもこう伸びてこられて、私には攻め合いですか。もう張っても出てこられてね、なかなか、はい、白がうまくいくような気もしないんだけどな。割と外もダメは開いていますね。こう押さえて出てって、はい、また押さえていくなんてありますかね。ここへ来て、あ、こう何かダメを詰めると、それ切ってこうやられちゃいますからね。それは白の勝ちに、攻め合い勝ちになりますね。これは白、はい、ただ、まあ、この手では、はい、下がる手もありそうだし、黒12の15引き。ただ黒も来ないですね。警戒した。10秒、ちょっとやっぱりこの変化があったでしょうか。怖かったんですかね。はい、思いもよらぬ展開ですね。15の17、はい、これですと白も、白も一応顔は立つんですね。はい、10秒、黒地をだいぶ減らしてる意味がありますんでね、はい、20秒、そうですか、25秒、黒15の18、鋭い切りでしたね。前枠は分かりませんけど、12の18下がり、10秒、やはりでも右下でこう戦いが始まりましたね。そうですね。もうこれから厳しい競り合いですね。25秒、はい、黒13の18、ね、これも一本道で、はい、白10の17、飛び、これで、隅は黒は、黒はもう生きてるけど、ほぼ、ね、まあ小見分ぐらいの地になりましたね。大体6目ぐらい、さっきは15目ぐらいできそうだったけどね、これはちょうど6、7目の地になりましたね。はい、まあ、黒の、まあ、先手ということで、はい、まあ、真ん中になんか打つでしょうけどね、はい、右辺の白石がね、やっぱり目がない石になってますからね、黒18の14、白19の14、10秒、でも決めちゃうのかな。もう一つ、出てこすみも決めちゃうんですかね。はい、どうなんでしょう。本当に一眼もなくなる一眼もない格好ですからね。
25秒、まあ、その辺の決めていいかどうかっていうのは難しいところですよね。あ、単に打ちましたね、はい、うん、それがまあ石の形ですよね。まあ、切ったことは切ったけど自分も白は白の立場でね、自分もね薄いですからね、白16の9つけ、まあ趙治勲さんの碁はね、まあこうぬるい手を嫌うんですよね、だから石が張ってないと気が済まないっていうかね、うん、それが今の切りでしたよね、これはちょっとなかなか気がつかなかったね。20秒、25秒、こんなもんかというところからこうさらにこうもう一歩踏み込む、それが趙治勲さんの碁ですよね、非常に踏み込みが厳しいと言いますかね、残り7回です。こうつけてね、まあ、結局この形はこう出が効いて引きになって、はい、ここが効いてる形なんですね、はい、これがこうなってる形なんですよね、ここが効いてて、まあ、一つはこう跳ねるんですかね、はい、伸びですか、ね、それでまあこういうふうに飛んでいくかどうか、うん、まあ、こんなことを考えていると思いますけどね、曲げて伸びですか、はい、うん、でこう、うん、一応も脱出は、ね、脱出は大丈夫ですね、まあ、付け伸びぐらいでもね、うん、出てるんですけどね、はい、うん、黒もこの石が薄くなってはたまりませんのでね、この石は薄くならないように気をつけなきゃいかんですよね、うん、白がこう何か収まった後に、自分の覗いて出てくるような味がちょっとありますんでね、はい、気をつけないといけないところなんですよね、さあどうですかな、迫り方もではちょっと考えてもらいですね、はいはい、こうですね、はい、やっぱり打ちましたね、17の13、打ちたい感じなんだな、白、うん、18の12引き、コスミも打っちゃいたい感じなんですけどね、うん、うん、はい、どうでしょうかね、通常は効かない格好ですからね、これも例えばこう口座に残しておくとかこう何するというのがなかなか、うん、でもね一応しむとね、うん、違ったことが起きるんでね、はい、私はでも決めすぎるって言われるんだけど、やっぱり打ちましたね、はい、まあ、打ちたい形ではあるんですよ、18の10コスミ、白は受けるのは仕方ないですね、白は、まあ、受けないと切れちゃいますから、はい、10秒、20秒、うん、しかしやっぱりこうなんていうかな、石の張った碁ですね、25秒、28秒、30秒、超25世本因坊5回目の考慮時間に入りました、うん、ここで考えるというのは何を考えてるのかなと思いますけどね、うん、こう出られちゃいけませんからね、はい、そうですね、切られてしまいますね、受け方といってもね、まあ、これ突き当たれば普通なんですけどね、そうですよね、まあ、一応継ぐこと、でもやっぱりこっちに石がある方が、うん、いやそれはちょっとわからない、いい、うん、これとこれの迷ってるのかもしれませんね、はい、うん、プロはこういうとこ迷いますからね、うん、うん、この可能性もあるかな、なるほどね、うん、そうですね、それはありますね、はい、ちょっと形は悪いですが、うん、まあね、こっちダメ詰めて、あ、はい、うん、この方が反感強いもあるか、あ、なかなかね、なるほど、うん、こういうとこね、ほんと早いことで、ね、一回こう使ってしまうのが、うん、もったいない感じもするとこですね、はい、うん、ただ悩み出したら切りないからね、まあそうですか、はい、はい、白18の11、まあね、ぶつかり、はい、うん、10秒、ね、持ってもう10手打ったらね、もう未知の世界入ってきますからね、うん、はい、一手一手がこれから難しいですね、この左下の 白模様がね、はい、ここ気になりますね、まだ完成されてませんからね、どういう手が残ってるのかね、25秒、まだまだこ の, あの、うん、最初にかかった黒の石にまだ活力は死にきってないです、このままじゃ大きすぎますからね、はい、志田七段4回目の交流時間に入りました、残り6回です、うん、さあここでね、はい、どの方にまあ、こう跳ねれば普通かと思うんですけどね、うん、ちょっとこう伸びですか、はい、うん、
でこうあんまり押していくのはちょっと飛ばれてあんまり気が進まないんですね、はい、こっちが少し、うん、これが弱くなるからね、あんま押したくない気がするんですけどね、うん、まあ私の予想としてはこう飛ばし、はい、飛んで、まあ、曲げさせて伸びという、まあ、こんなの予想しますけどね、こちらもしっかりとしますね、はい、まあこうつけぐらいでしょうか、はい、つけて跳ねて、まあ、伸びですかね、はい、うん、とこう切りがあるからね、まあ、ついでれば本手なんだけどね、うん、40秒、まあ、こんな風にいくようなことですかね、上辺がどうなるかとかね、はい、うん、まあ、その辺を考えてるわけですね。ああ、そうですか、なるほどね、いろいろ考える。15の6、うん、なるほどね、冷静な言っちゃうからな、はい、うん、どうも今みたいな展開は上辺がちょっと白模様になる可能性があるので嫌だと見たわけですね、はい、うん、簡単にはこうつながらせないように、そうそう、そういうことですね、そういうことですね、はい、うん、なるほどね、打たれてみるとね、なるほどという手ですね。28秒、うん、30秒、超25世本因坊6回目の考慮時間に入りました、うん、残り4回です。これはね、はい、まあこう一見飛んだ手はね、こっちとこっちをそう簡単にはつながらせないぞというね、はい、まあ、この伸びに対しては、まあ、こう並んで受けてるってことですね、はい、うん、まあ、この辺にこうこうとか、まあ、飛び出すような感じになるのかな、まあ、この白とこの黒の競り合いみたいなね、うん、ことなんですけどね、うん、まあなかなかねやれないと思うんですけどね、はい、うん、まあここもこの手がいいかどうか難しくてね、うん、こう飛んでれば硬いんだけどちょっとこれもね足が遅いですからね、うん、40秒、なかなか一手一手が、うん、険しいですよ、はい、うん、55秒、単か単ですね、締めずですね、はい、13の9、決めないで含みを残したって言ってですね、20秒、25秒、勝負どこですね、早くもね、はい、28秒、うん、ね、黒11の10、うん、その辺はもう大事な一着なんです。逆に今のところへね白に桂馬されちゃうとね、いっぺんに苦しくなっちゃいますね。10秒、はい、まあ、この、うん、こうやってまあ白をまだ攻めてるし、うん、20秒こっていうのね、もう攻めてるつもりが一定変な手やるといっぺんにね、あの攻守ところを変えてしまいますからね。28秒、30秒、うん、超25世本因坊7回目の考慮時間に入りました、残り3回です、うん、言って言ってが大事なことですね。うん、まあ、こういうふうにつけ越していく手がね、まあ、はい、狙いの一着なんだけど主張ではないんですけど ね、こう言ってこういうふうに切ってね、しかしこういうふうな、このもしこの伸びが効いてしまうと、はい、ここが効いてしまうと何か受けると、うん、これはもうこの一目は取られちゃいますからね、こちらで下駄にかかってしまいますね、すぐはなかなか無理かな。でも一応狙いとしてはこういう付け越しがね、やっぱりあるんですよね、はい、厳しいですね。ただ白もまだそんな強くないからね、うん、いや険しいんですよ、もう狙ってますよ、その狙い手をね、はい、そうですね、うん、そういったと思った、はい、この手はね16の7、うん、黒の受け方によっては今の手をやっちゃおうという先ほどの中央の付け越し、はい、10秒、まあ、これは辺に受けるよりないんじゃないかと思いますけどね、覗きにつないでしまうと、うん、そのちょっと危ないんですよね、二間の間がちょっと薄いですからね、20秒、はい、まあ、下渡れば普通かと思うんですけどね、25秒、28秒、そうですね、ここ取っとかないとやっぱり心配ですよね、はい、黒17の7、白としてもただ逃げるだけじゃ面白くないんですね、10秒、白17の10、当て込み、
これはやっぱり継がなきゃしょうがないかな。はい、まあ、この1目は捨てれないですね。これも、はい、そうですね。黒、ここでですよね。18の9、次。また厳しい手が出てくるでしょうか。いや、もう最強の手見てますからね。はい、20秒。いや、今の付け越しは狙ってますよ。はい。25秒。28秒。うん。30秒。超25世本因坊、8回目の考慮時間に入りました。残り2回です。今考えてる手はね、はい、やはりこういうふうに利かして、はい、これはまあこうでしょ。ぶつかり。こう出切られちゃたまらんから。はい。この手が制するかどうかなんて考えてないかな。あ、ね、はい、このこういったね、で、うん、もしもこれが効けばいいですか、うん、効けばいいんだけど、もうこっちの方へ行っちゃう可能性もあるんだよね、はい、これがどうなるか。この間ですね、ね、こう覗き打って、これがつなげになって、ここへ来るか。はい、これとこれの攻め合いになるね。これもなんか相当険しいな。一応で出るといけますか。ここ出るってね、うん、これが取られてしまうのは、うん、それはダメですからね。要石ですね、うん、白も。やっぱ白も相当怖いんですよ、はい、今その辺を考えてると思うんですけど、あ、やっぱりね、そこまでは白14の、うん、そこまでやれないと見たか。つけ、うん、はい、はい、うん、10秒。この手も受け方によっては反撃するっていう手なんですよね。うん、20秒25秒。ああ、さあ、黒そう言ってましたか。14の12、押さえ。はい、白12の8、コスミ。一旦はじっくりとコスミですね、うんうんうん、はい。まだちょっと、いや、これは次付け越す手を狙ってますからね。挟みつけですね、はい、挟みつけがありますんで、黒は何か打たなきゃいけないですよね。どう打つかな。20秒25秒28秒。あら、手抜きですね。黒10の4、ちょっとこれは危険ですよ。これは付け越しが来るんじゃないかしら。大丈夫なのかな。うん、白10の3、はい、10秒。ちょっと危険な感じがするんですけど、大丈夫ですかね。はい、真ん中ですね、はい、読めてるのかな。20秒、25秒、28秒。黒、はい、10の8、積極的ですね、これまたね、はい、うーん、なんとなくこの左辺の方が大きな模様になってきたような、うん、10秒。まあそこはでもないけど、うん、あ、でも行きましたね。それ来ますよね、ここす、当然来ますよね。12の11、つけ、うん、10秒。20秒、25秒、28秒。はあ、そういう手ですか。黒、はい、15の11、こういう手を用意してたのか。白15の8、虚虚実実ですね、これはね。うん、10秒。今でとこの、うん、まあ、膨らみに変わりましたが、今度白はね、あの、右上突き切る手が生じましたからね。そうですね、20秒、はい、うん、こうですね、ここへ来て、この手ね、これ用意してるんだ、こう打って、こう出る、ここへ出る手もひどいから、ね、これ黒を受け入れる、ここないでしょ、普通は。ここに、はい、そうしたらここへ出ちゃおうということなんですよね。こちらへ、1段、5回目の交流時間に入りました、はい、これは、まあ、やっぱりすごい手なんです。次、これも先手になりますからね。
非常に大きな手なんですね、これね。何より全体が安心するのも、安心してこの一目切り離すっていうのはね。はい。うん。これまあ黒で考慮時間ですが、こちらこう受けるとやっぱりここがやっぱりすごいからね。いやすごいところに突き抜けましたね。これはもうね、目を心配しなきゃいけないから、これはひどいでしょ、ここはね。黒としてはこの手を用意してたんだけど、こういうへこむ手を見てたかどうかってことありますね、はい、ノータイムでしたよね、このへこみ ね、 もうね、はい、だからこう来る手は、まあ、この手を用意してたってことですよね、はい、40秒ちょっとこれは一本食ったかもしれませんよ、黒はね、50秒55秒58秒、そうですか、はい、黒押しですか、11の11、ね、はい、うん、白は出ます、これが大きいんですよ、この2の2の、ね、抑えまで先手になっちゃいますからね、10秒、これはちょっと白が1本取った形ですね、はい、20秒、25秒、はい、黒15の10、白16の10、次、一応こう戦いは10秒、これでまあ、なんていうかな、白も突き切ったんでね、大石は安心しましたよね、上辺がどれぐらいまとまるか、はい、ちょっとまあ左辺もねだいぶ黒模様になってきた感じもしますね、25秒、黒11の4、この地合いのバランスですか、はい、これはとりあえず2の2が先手ですよね、はい、これ2の2打つでしょうね、10秒、大きいところなんですね、いやこれは大きいですね、もうね、先手ですからね、20秒、25秒、やっぱりそこ行きますよね、これはまあ地としても非常に大きくてほっとけないですからね、黒はね、はい、次覗かれたら右辺死んじゃいますからね、これ継ぐよりないんですね、はい、10秒、まあしかし黒はしょうがなかったかな、はい、20秒、そうですね、これでまあ、はい、黒18の4、次、今度はどちらへ向かうのが大きそうですか、上辺ちょっと何か打たなきゃいけないですね、10秒、このままほっとけないですね、はい、むさぶりを打つかね、20秒25秒28秒30秒、超25世本因坊9回目の交流時間に入りました、ここね、残り1回です、はいはい、上辺をねどう打つかなんですね、これねほっとくと黒からこんなような手が今度あるんですね、こういってこういってここへ切ってきてね、で伸びる一手ですけどね、はい、まあ、ここへ担ぎ出す手がどうなるか、今コスミつけてて大丈夫ですかね、はい、今は大丈夫かな、まあ、ちょっと気持ち悪いんですね、ここをね、まあ、こう桂馬に打ってこう一気に守らして何か備えてりゃ硬いんですけどね、どう、ちょっとここ備える手がパッとした手がないんでね、それで今悩んでるとこなんですよ、とかといってこうつけて裂いてってもね、ちょっと40秒押されてね、はい、こうですか、こういってこういうふうに押されると、はい、ちょっとやべへびになりそうな感じもしますからね、ちょっとここまではいけないかな、今それでちょっと悩んでるわけですよ、はい、60秒、今悩んでますね、最後の考慮時間になりました、最後の考慮時間を残り時間はありません、しまいますね、そうですね、まあ、ここちょっとね整形の仕方が難しいんですね、まあ、これ打たなければ安全だったんだけどね、打たなければ、まあ、この手はないわけですね、
こう切れな、はい、切れませんからね。そうで、ここに出がありますね。ちょっとこれ早まったかもしれないんだよね。まだ慌てて打たなくてもっていうことはあったかもしれない。はい。もう突き当たりを狙われちゃう格好ですからね。うん。手の入れ方を悩んでるわけですよ。どう入れるかな。あ、やった。やりましたか。じゃあこれはね、もう最も厳しい手なんだけど。はい。打ちすぎになる可能性もある手なんですよね。ただ適当な手が見えなかったかな、うん、他に適当な手が見えなかったんですね、うん、守り一本の手って嫌ですからね、はい、気持ちはわかります。こう行きたくもなる、はい、確かにね、うん、20秒攻めながら守るのが一番いいからね、はい、25秒、うん、ただそう簡単に白がうまくいく形でも、うん、そうとも思えないんですよね。10秒。20秒。1、2、3、4、5。あ、そうですか。白11の7引き。なるほどね。この手はですね、はい、あの先ほど言ったあのこの石をね、はい、まああのここに石が来たことによって間接的にしのいでるんですね。こうでしょ、はい、切るでしょ、こう行った時にここに石が来てるとこれ逃げれないんですよね、はい、なかなかそっとつながりづらいですね、まあ、ここ間接的に守った意味がありますね、はい、なるほど、そういうことですか。黒9の4、押し、はい、左下のにどっちが回るかね、はい、それの辺も焦点ですよね。多分隅に滑れば、はい、死ぬことはなさそうですからね。そうですか、はい、白8の4、両者ね今上辺打ってますけど、左下も気になるとこですね。何かもし白が先手を取れて左下に行って入れれば非常に大きな字ですね。抑え込む手が非常に大きいですからね、ちょっと地合いもどうでしょうか。もう白もかなりの、地合いじゃないように負けない感じにはなってきてますね。黒8の5ハネ、白7の4伸び、あとはこの左辺のそうそうそうまとまり具合ですね、ここでまあ黒もね、ここ地を手を抜くのは結構ねちょっと切りが気になりますね、気になりますからね、はい、薄いですもんね、20秒、25秒、28秒、あそうか、黒11の3、ね、抑え、この手はまああの地合い白から一見飛んでね上辺渡る手が大きいですから、それを防ぎながら自分の呪文を補強している意味がありますね、はい、うん、真ん中守る手が適当な手がないっていうことですよ、はい、20秒、1、2、3、津田七段もこう行くときはこう行くという感じですね、やっぱりね打つ手が厳しいですよね、はい、白6の6、すごい封鎖されちゃたまらんと、10秒、これは黒何か受けなきゃ危ないですね、20秒、25秒、28秒、ですね、守りましたね。黒9の8、次これでこう一段の黒は、もう大丈夫です、大丈夫です、ほとんど大丈夫です、はい、はい、そろそろ入れるかどうかですよね。あ、左下ですか、ね、左下ね、はい、20秒、1、2、3、4、あ、そこ必要なんですか、はあ、必要だったのか、はい、白13の5言って入れましたね、入れましたね、必要なんですかね、なるほどね、10秒、なるほど、必要なのか、20秒、
超二十五歳本因坊は形勢に自信を持っている感じですか。いやしかし今の手を打たないと厳しい手があったんですね。30秒志田七段6回目の考慮時間に入りました。ちょっと今のところやってみましょうか。はい、ここなんでねここを受けたか打たないとこう突き当たってくる手があるようですね、はい、とこうですね切り込みですね切りから、とまあこう伸びてね、はい、2目は取れそうなんですけど、はい、ここへこう切ってくる手がありそうですね。そちらに、はい、とこれこう取るかこう取るかでそうですね、まあ、どちらでもこの黒を取れそうですが、こうなりまして、はい、これも打っちゃって、はい、このようにされると逃げちゃうんですよ。捨て石にされて、とこの一子の目はもうないからねこれはもうダメですよね、はい、だからこの辺あたりでもうこのこっちを放棄するにはしょうがないってことですね。あ大きいですよね。大きいですね。こう打ってもこうやる手がありまして、やはりここ出切り、あそうでもないか、出切りはないけどこうやってくる手がありますか。あそれで、ちょっとこれははっきりしない面があるね。はい。コスみますか。うん。コスんでも出て当てれば、はい。出て、うん、当てれば一応大丈夫かな。55秒。はい。一応しのいでるのかな。黒。4の7ただ相当黒白危ない感じはするんですよね、はい、うん、今この瞬間にここへ切るなんてもありますよね。あ10秒、うん、いろいろありますね。ちょっと危ないんですよ、はい、それで守ったんですね、はい、でこう言って入れまして、うんうん、黒が、はい、黒もこちらですね。ああそうだ、はい、2あそして白が左下、ね、白6の17、はい、抑え。なるほど、うまく分かれるもんですね、うん、これは長期戦ですね地合がね、はい、これから終盤戦に入っていきますね、今黒一見に受けた手で隅に滑る手もあったかと思うんですけどね、左辺ね一見に守った手でね、はい、25秒、うん、私ならそう打ったかもしれないんだけどな。28秒、うん、なかなかしかし黒10の16時代式団の碁は用心深い碁ですね、うんうん、はい、非常に用心深い、うん、白9の16ぶつかり、うん、まあ、形勢判断がどうなってるかですね、はい、10秒20秒もうそれぞれこの危ない石というか弱い石が、いやもう弱い石はほとんどないに近いですね、はい、黒2の15滑り、上辺の白も大丈夫ですか、うん、まあ、ほとんど大丈夫ですね、うん、はい、白2の16、うん、10秒でも一回桂馬ぐらい目を取りに行きますかね上辺ね。20秒25秒、そうですね、そこの桂馬ね、はい、これやっぱり目につくとこですよね。5の2、黒地を増やしながら、まあ、白の目をね、はい、うん、白5の3押し、うん、10秒、20秒、なんとなく細かくなりそうな雰囲気にはなってきましたね、はい、黒4の2引き、そうですね、これもコスミつけてね、はい、目を作っちゃうべきですね。コスミつけ、黒が押さえてただピンと跳ねて、ね、跳ねて、ここで一つ目ができるんですね。しっかり生きとかなきゃね、20秒、25秒、うん、黒3の4押さえ、白としては無駄のない利かしですね。5の5押さえ、10秒、
これは手抜けないよね。割り込まれちゃたまらんもんね。25秒しょうがないですね、これはね、はい、黒4の6、次。10秒、あとこう大きく開いてるのが真ん中、真ん中なんか上辺でまで来てないからね、あれね、20秒、まあ、咲いてる方やけど、そう受けるかどうか。2、3、4、5、6、7、8、うん、やっぱりそこを受けとかないと白、ね、6の2、やっぱり目がなくなっちゃいますからね、はい、まあ、しょうがなかったかな、10秒、第1巻左右辺左辺のね、20秒、黒字と、まあ左下辺のね白字が大体見た感じはいい勝負なんですよね。そうなんですか。若干白の多いでしょうかね。30秒、なんか長さ的にこう見てしまうと黒の方が大体同じぐらいの感じがしますね。見た感じがね。すると、あとはあとこの右下が大体込み分なんですよ、はい、6種目あってね、はい、とこの右辺とこの辺が、まあ、はい、若干白が多いかな、でこの辺にまああって真ん中がどの程度できるか、どの程度できる、はい、だから結構いい勝負なんですよこれ、見た感じが、ここで黒番ですが、はい、はい、そうね、大きいでしょうか。まあ、ここを割り継ぎを決めて、はい、これは先手なんですね。これ先手ですよね、はい、こうなって、まあ、結局これも当たりがこうなってかけ継ぎになるんですね、はい、かけ継ぎ、でまあこの辺にこう打ってる手も立派な一着かなと思いますね。やはりだいぶこう大きくなってきます ね、58秒、ああそうですか、黒コスミツケ4の14、コスミツケ、これもなかなかの手なんですね、これ次ね、羽から当て決めないと止まりませんから ね、そう決まると黒は気持ちがいいですね。あ、白もうそこで跳ねますか。5の14、羽、これは当て込むよりないかな、はい、例えばこうまた跳ねたりすると、それはダメですね、それは当てて出られちゃうからね、それはもう、大きすぎますね。25秒、滑った黒の石が、28秒、そこ打つよりないですね、これはもう当てくるよね、はい、3の15、当て込み、ね、こうなるとこなのかな、4の13、まあこれもしょうがないですね、はい、黒がつないで、白も上をつないでなきゃダメですね、星のところでいいですか。いや星じゃなくて右上、そのね、あ、もう一つ頑張って、はい、はい、20秒25秒、そうですね、はい、黒3の14、次、真ん中の切りを守るということですね。そうですね、真ん中を守らないといけないですね、はい、10秒、20秒、1、2、3、4、5、6、7、8、そうですね、そこで、はい、白15、はい、次、もう長地君さんはもう持ち時間を ね、 そうですね、もうないですね、もうないですね、1、2、3、4、はい、ね、はい、10秒、彼はもう秒読みには慣れてますからね、はい、もういくら時間あるごでもね、すぐ1分になっちゃうからね、20秒、そうですね、ここそこ密着打っとかないとね、黒薄いですね、4の12、やっぱ次白、5の13、次、もう一ノ瀬の跳ね継ぎ打っちゃいますかね、左下ですか、左下もう打っとかないと逆に打たれちゃう恐れありますね、はい、多分今打つんじゃないですかね、10秒、そうですね、どっちがこう打つかであっという間に変わってきますね、はい、20秒、そう
そうですね、ここはやっぱ気になるところでね、はい、黒1の16、やっぱり先手だから言っとかないとね、白逆に打たれちゃたまりませんからね。抑え、10秒。いやー、芦田七段の七段のね、はい、碁は本当冷静な碁ですね。はい、これでもし勝ったらね、本当だいぶ前からね形勢判断してる碁ってことになりますよね。黒1の15、はい、次白2の17、じっくり備えていても、うん、そうそう、遅れていないという判断なんですね。10秒。20秒。黒5の12、うん、そこをやっぱり打っとかないとはね、はい、横つけてくる手が結構厳しいんで、はい、10秒、うん、白9の6跳ね、まあ、跳ねて押さえて次を決めて覗きを打っちゃおうという、はい、そういった手ですね、うん、もう無駄がないというさすがにこう切りを狙ってるわけではないですね。そういうわけではないです、はい、20秒、25秒、うん、黒8の6押さえ、白10の6次、うん、はい、どんどん寄せが進んでいきますね、はいはいはい、これで狭間に来る手をね、うん、囲いのとこね、はい、演じを増やしてる意味あるんで、はい、20秒、黒9の5次、白7の7、うん、うん、ここまでは白の権利、はい、はい、10秒。さっき左辺の黒地と、ね、下辺の白地、いい勝負かったけど、やっぱ黒のが多いですね、こうなるとね、一目ね助けた形が、はい、20秒、40目以上になりましたか、この左辺です ね、40目はできそうですね。黒8の7、はい、次大体下辺の白は30、いやいやいや、もう35ぐらいはありそうですけどね、うん、はい、そうなんですね。いやでも、うん、35まではっきりないか。なるほどね、してみるとこれで黒が悪くないという。白7の9飛び、10秒、20秒、難しい形勢ですか。うん、なんかムードはちょっと黒が残ってるようなムードになってきましたね。なんかうまく、なんていうかな、形が長竹くん25世の力を出させないみたいなね、うん、はい、10秒、20秒、うん、25秒、うん、黒11の16次、白13の19、10秒、20秒、25秒、黒え13の10、手を抜きます。これなんか錯覚したんじゃないの。あ、ひどい、これはひどいね。もう次とかけ次を、ね、打ったつもりでいたのが10秒、あ、これはでしたか。あ、ちょっと
いやこれはちょっとねかわいそうだな。あこれはひどい。14の18取り。あこれはひどい。次とカケツギ打ったつもりなのこういうことたまにあるんですよね、はい、あらこれはかわいそうだな。ちょっとねこれはこれはねこういうことあるんですよ。持ったつもりになってね。うーん、はい、いやこれはもう先手で10目以上いっぺん損しちゃったから、はい、投げたい、投げちゃうかもしれないな。25秒、うん、黒が良かったんじゃないかな。30秒、志田七段8回目の考慮時間に入りました。これはちょっとね、ちょっと思わぬところで、思わぬところでね、いやこういうことねたまにあるんですけどね、もっと頭の中ではね、もうこう、もうねここでね、そうですね、こういう形でしたね。もうこういう形だから先を考えてるわけですよ、はい、もう次とこのこれを打ったつもりで交換なので、でここに戻ろうという考えだったんですね。これでどうもね、はい、黒はいいですよこれ形勢、うん、うん、はい、実戦は打たずに、打たずにこれ僕これはだって目の子で10目以上の損だもんね、これはひどいですよ。もうやっぱり形勢もあっという間に、いやこれはもう、うん、これはもう黒投げたい心境ですね。こういうことあるんだね。40秒、うん、やっぱりいろんなことをね、うん、あの病院の中で考えてますんで ね、はい、まあ、打ち忘れっていうことですよね。50秒、これはちょっとね、うん、ショックですね、うん、黒16の18、次これは白地がねもう9目増えちゃってるんですよ、はい、あ10目増えてるんだ。白地が10目増えちゃって黒地がね1目以上減ってますから、隅の黒地も減ってるんですよね。出るんですか、20秒、1、2、3、でもこのタナでやはり10目では12目以上損した、12目ぐらい損した感じだね。さすがにそんだけ損しちゃ勝てないわね普通は、はい、そんなに違うもんじゃないからね、はい、10秒、打ち忘れってやつなんですよね、うん、いろんなこと考えて先を考えてるからね、うん、もう打ったつもりになってるんですよね、うん、はい、いやいやこういうことが起きると、ね、20秒25秒、志田さんは結構冷静なタイプでこういうことはなさそうなタイプだけど ね、なんか雰囲気がね、うん、やっぱりでもやっぱりこう緊張感ってのありますからね、うん、こういうことが起きるんですね。白、うん、13の3、10秒、うん、黒が良かったと思いますね、はい、うまく打ってたんだけどな。20秒、やっぱり勝負って生き物だからね、生き物だからこういうことがたまに起きるんですよね。28秒、うん、30秒、志田七段9回目の考慮時間に入りました。残り1回です。ここは立て直しが、いやもうちょっと投げたい心境だと思うんだけどね気分的にはね、はい、しかし最後まで打つかどうか、さすがにこの損はひどい、うん、白地がね 8目でここでちょうど10目、これ掛け目がみんな地になっちゃう。そうですね、10目ぐらい、10目ぐらい増えてるんですよ、して黒地が2目近く減ってるんですよね、はい、精神的にもねやっぱりちょっとショックが、ね、大きいですよね。ショック大きいですよね、はい、うん、40秒、50秒、いやもうこのまま黒が勝ち切るとね、55秒、志田七段らしい、いやもうなんかね素晴らしいと思ったんですけどね。60秒、志田七段最後多分良かったと思うんですけどね、残り時間はありません、うんうん、はい、跳ねますね。黒9の15、跳ね、真ん中をね少しでも囲おうという、これはなかなかね気持ちよく陣にはさせてくれないはずですね。10秒、20秒、1、2、3、4、5、6、うん、時間つないですね。白、はい、19の16、
羽、うん、10秒受け方を受け方はね、まあ危ないですか、まあうん、まあ2の1へ飛んでもいいし曲がっ隅へ2の2へ曲がるかどっちかですけど、はい、2の1飛んだ方がいいですかね、うん、20秒1、2、3いいですね、はいはい、黒18の19飛び、うん、真ん中をどう消すかですね、うん、10秒あんまり深く踏み込むとちょっとと白も危ないところがありますんで白11の910秒これは一見飛びでしょうね、ちょっと抑えにくいですね、はい、20秒1そうですね、はい、黒9の10飛び、10秒、うん、白10の9コスミですかね、はい、あこれでつながりながらコスミで一応つながってるんですよね、はい、20秒あそっちの方がいいのかな、黒ああそうですか9の9、うん、次形は真ん中にね帽子みたいな手を行きたいところですけど、はい、うっかりすると取られちゃいますからね危険ですからね、どうでしょう、もう黒はね怖いものをなしで来る反撃してきますよね、3、4、5、6、7、うん、時間つなぎだ3の12、切り、10秒黒2の12、うん、形は帽子に行きたい形なんですけどね、うんはい、帽子、うん、ああやっぱり一路控えた少し一路控えた、うん、1の13、まあ、手堅く打ちましたね、はい、うん、もう一路右に寄せたかったんですけどね、ちょっと危険もあるのでね、はい、ええ、10秒、まあ、これで勝ちと見てるわけですね、20秒1、2、3、4、黒9の17切り、白10の18次、10秒20秒1、2、3、4、5、黒8の14、ね、あすごいすごい目いっぱいの頑張りですね、これはこのコスミツキはすごいね、なるほどね、すごい頑張りですね、うん、10秒伸び込みたいけど、はい、伸び込みに対しては危険があるのかな、跳ねてきますか、20秒、遮ってくるでしょうか、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、お伸びきっちゃった、伸びきましたね、伸びきっちゃった、9の13、うん、伸び、そうですよね、伸びきりますよね、覗きは効いてませんもんね、10秒はっきりはね、うん、しかし跳ねか、これは良くても悪くても、はい、ちょっと黒が無理気味かな、やっぱりこの形はね、黒7の13、はい、羽、白が切断できれば、うん、はい、ただ真ん中もね、黒は借金が残ってるんですよね、そう、まあ、ちょっと出切りの具合がありますか、20秒1、2、3、4、まあ覗くよりしょうがないか、お、その手があるのか、
黒これ切って切れば一応逃げてますよね、はい、切って切ればね、うん、切って切れば大丈夫ですよね、はい、白7の14つないでまた切り、はい、こっちを切ればね、はい、うん、それ以外の手はちょっと危ないんですけどね、うん、10秒これやっぱりちょっと空振りかな、うん、これは儲かってませんよね黒はね、はい、うん、黒6の13、この手でしのいでますね、はい、白10の15切り、10秒、20秒、ああ下げたか、で投了ですね、ああそうですか、ちょっとやっぱりね154手をもちまして趙治勲25世本因坊の中押し勝ちとなりました、うんうん、白番趙治勲25世本因坊の中押し勝ちとなりました、うん、今日の一曲振り返っていかがだったでしょうか。いやなんて言ってもねこのそうですよね、七段七段のねこの打ち合わせですよね、はい、いや本当残念でしょうね、うん、もう打ったと思ってるわけですね、次とかけ継ぎが変わったと思って、はい、それでここへ突き当たりに回ってれば、はい、多分黒がね良かったと私は思うんですけどね、落ち着いたこの打ち回しで、なかなかね絶妙な打ち回しでね、はい、優勢に運んでたと思うんですけどね、はい、うん、一瞬のこのなんていうポケットと言いますか、そうなんだよね、こういうことあるんだなたまにね、もったいなかったですね、第一曲でしたね、はいはい、小林美由紀さん解説ありがとうございました、はい、それでは引き続き、検討もよろしくお願いいたします、はい、これとこれはこっちの大きいか、これとこれはこっちの大きいね、どうもお疲れ様でしたいやいやどうだったのか、うん、黒は悪くないかと、あ、そうなのか、うん、どう、そうでもない、いや俺は悪くないのかと思ったら、そうでもなかったんだね、ここでなんか真ん中なんか白打つぐらいかな、いやいや今ここ、あ、そっち、うん、そう、ここ桂馬ですか、うんうん、どうするんだろうな、羽根ぐらい桂馬ぐらい、どうするんだろう、羽根ぐらい、どうだこれ、まあ、うん、次か、うん、次ですか、突き当たり、突き当たり、うん、出ちゃうかね、もうしょうがないね、やめる、これ出るぐらい、うん、出ないか、でどこ打つんだろうね、こんなもんか、うん、こんなもんか、なんとなくここ目がちょっと目が危ないんだよ、うんうん、そうなんだよね、この下がるよね、ここに黒いのかね、あ、そう、いやこれなんか計算できないけど雰囲気が、これが40目ぐらい、そんなのか、38か、これとこれだいぶこっちが大きいのか、これとこれ似てるか、いやこっちの大きいんだ、だいぶ大きいんだ、大きいんだ、あ、そんな大きいの、あれがこれ分ぐらいだよね、あれ何目くらい、これがここまでならこっち込み出るのかなと思って、あ、これとこれと込みが出る、そっか、あ、そんなにかいのか、この辺なしだと両方が悪くないのかと思って、あれがまあコミ分かと思ってたんだけどね、コミ分でちょうどね、コミ分でこれとこれはこっち大きいよね、そりゃそうだ、これと、うん、ああそうか、なるほど、これと足んない分はこれか、うん、これとこれこっちの大きいんだな、こうなってどうなってるのこれ、まあこうなって、まあ跳ねるね、まあこう下がりぐらいだね、こうなったとして、うん、下がりはこっち下がりぐらい、これはこっち打つ、うん、うん、下がり、どっち下がり？こっち打ちた、うんうん、でまあこれですか、うん、ここもなんか、うん、こあれが10目ですか、
これ7目ぐらいじゃない？ここ6目ちょうど6目じゃん。つないでつないで出て、まあ生き6目だよね。6目か。うん。だそこだとちょうど白が半目勝ち。これ当てる意味あるよね、やっぱりね。か、かけつぐ前当てるだよね。それは当てるよね。いや、俺なんかずるいことでもしたのかと思って。もう後で聞かない意味もあるし、まあ当たる。それもこの後に及んだ。当てるしょうがないよね。それはもう打つ時期ですね。なんか俺ずるいことしてるみたいな。いや、全然見てなかった。あ、そうなの。たまにそういうことあるんだよね。僕もやったことあるから。細かいんじゃないの？いや、細かいかもしれない。なるほどね。なるほど、細かいかな。そんな、俺ちょっとなと思った。にわかりはっきり分かんないね。うん、これ、甘かったか。もうちょっとこっちとか下がりとかね、頑張んなきゃいけない。どれどれ？いや、抑え。ああ。いや、ちょっと悪くないかと思ってね。いや、ちょっとこの辺気持ち悪いと思って。気持ち悪いけど、まあでも手はないかな。打って切られたら悲惨だと思って。まあ、そりゃそうだね。そりゃそうだね。うん。少しもう少しお時間ありますので、あ、そうですか。初手からお願いしてもいいですか。あ、東田は継がれてると思ったんですね。あ、全然。いや、全然そうなんでね。わざとね。でもまあ、でもしょうがないよね。当てるしかないよね。もう下がりで生きたってことじゃないもんね。いや、私もああいうこと経験やったことあるんだ。なんかずるいことして勝ったのかと思って。しかも俺も手続きはいかんもんな。やっぱしな。しょうがないよね。こういうのはコスミツケとどっちなんですかね。竹雲先生はコスミツケかと思ったけど、そうでもないんだ。コスミツケの辛かったね。そのがよかったね。なんかちょっとまああるけど、ね、これはあと滑ると全く死なないもんね。こう滑るとね。そうなんだよね。ちょっとつむつけだったね。ちょっと意外な気がしたけどね。いやいや、相手がひょうひょうと打つからこっちもなんか熱く打つもんだなと思って。こっちだったね。そっちが普通かと思ったよね。ちょっと甘いですよね。言わなかったんだけど。そうだね。失礼しました。いやいや、わかんない。いや、なんかこういうふうに打たれたから、俺なんか上の方に打たなきゃダメなのかなと思って。この三三が珍しいね。来るのね。あ、そう。そうそう。作戦です。これは作戦。最近のこの番。そうですね。いや。相手の得意を。いや、最近あんまり見かけないんだ。そうね。黒の三三意外と少ないかな。ちょっとね。なんかひょうひょうと打たれて困っちゃったね。冷静な二間通。それもでかいってたもんね。こっち？なんかあれ？いやいや、さあ、それはっきりしないでしょ。そうなの、なんか来るかなとは思ったの。でもあそこへ回りたかったんでしょ。確かあそこで切ったってはすごかったね。どれどれ。いやいや。それ？しょうがないよね。しょうがないのか。これ当てて押さえていくのはダメなんです。どういうふうにダメになるのかちょっと分からなかったんですよね。あ、そういう打ち方なの。いや、どうしようかな。まあ、形かなと思って。まあ、これ一回取ってなきゃいけないかな。あ、そういう手ですか。あとでこっちにつけたら、かえって地になるかと思ってね。あ、次を省こうっていうことか。うん、そうそうそう。なるほどね。そういう打ち方。かえってこうなると、ここ一手省くから。多少の、そう、むしろ。大体死ぬよね、いくらなんでも。まあ、死ぬでしょうね。いや、死ぬでしょう、多分。これコスミでね。さすがにな。これ嫌だったんですか。あ、いや、そう。助け。知るのしょうがないよね。あ、いや、あ、分かんない。こっち。あ、分かんない。これ戦えてなんか筋があるかと思ってね。いや、あそこ渡っていくとはあるんだけどね、霧が引くから。渡っていくとはあるんだけど、ちょっと。まあ、そうか。こっちのが、こうやって。そういう予定ですか。いや、ここに打つかもしれないけど。これ絞れば字がそんな損じゃないかと思って。ああ、そう。ね。と思ったね。いや、これちょっと確かに。確かに単にも金かっこよくないと思って。場合によってなんかこういろいろなんかあるかと思ってね。そういう手ですか。と思った。
ちょっと字稼いだからだいぶね、隅の字もちっちゃくなってるからね、うん、字稼いだから字でこれならいい勝負するかと、ね、こうでしたか、うん、この後なんかこれ甘かったな、うん、こういうのはこっちなのかね、うん、それで悩んでるだろうと思ったけどねしかしいやちょっとなんかこんなような点も来るかななんてちょっと心配したりしてさ、うん、ちょっとこれがはっきり聞かなくなってくる意味あると思ってね、半眼、うん、違うんだけどね、そう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 、まあだこっちのダメも違うんだよね、しかし早碁で悩んだら切りないなこれね、うん、まあ、こっち打っちゃったら、うん、まあ、ここで生きるようになっちゃいかんかと思って、ね、あ、なるほどね、うんうん、そうだよね、うんうん、一見飛びはなかなか冷静だね、なかなか、うん、冷静なんだ、冷静だね、うん、で帽子にしたのか、で桂馬にしてか覗いた、うん、ちょっと聞かしかと思ったんだ、うん、私だったら覗かれる前に、これぐらいの覗かれるにあるんだね、うん、覗かれる前にこれ水違いだからさ、うんうんうん、ここ来た時にやっちまう、あ、送り出さなきゃいけなかったんですかね、ここで、あ、それ、あ、そうか、ここで聞かせてみるから、うん、でもこっちつけられるのもやっぱ怖いってだったよね、これあるかって、ね、うん、ここやったらと思ったんだけどちょっとあれだったな、タイミングはもうちょっとよく突き当たりなら硬かった、突き当たるとへこんでこう突き当たりなんじゃないですかね、まあ、すごい。すごい大きいんじゃない？掛けか？掛けか？掛け掘りか？あ、でも厚い手だ、ね。厚い手だね。この手も一手の手かと思うね。覗、うん、き手、ここが効いて、まあ、ここ行くぐらいだと思うんですかね。今そうやったらどうですか、でもこういうと関係がなくなる、まあ、そういう意味もあるんだよな、うん、まあ単に言っても大丈夫か、ここ押さえの次で、うん、これ打つのか、まあ引きで、まあ、ちょうどこれがいいか、なるほど、これでかいんだよな、これ一発滑ってみたらどうなんですかね、そうか、俺やれるかと思ったらちょっとやれないね、うん、これ冷静かもしれないよ、ああ、そうだね、やっぱこっち嫌いなのやっぱり嫌だもんね、ごめんごめん、こうやったらこうだね、あ、そうです、今度はこれ、こう熱いから聞かして、でもこの辺ほら、ああ、そうです、うん、まあ、しかしつけこされるはいいわな、うん、まあ、そっかな、あ、ここだいぶ違います、この後眼形やっぱり随分違うな、そうね、違うね、今度これが泣きになるか、泣きになるね、泣きになるからね、こっちだったか、あれ、筋悪いかと思ったんだよな、なるほど、これ突き当たってのは手堅かったかな、一点、ね、の手だね、立派な手だね、これでかいんだよな、ああめちゃくちゃにこれ、うん、まあ、でもこっちって見えないかと思って、ね、あっちこっちも大きいし、こっちこんな、しかし、それぐらいになってた、青線のコスメ、青線で、みんな打たなきゃいけないでしょ、この辺来ればこの辺もあるから見合いにしてたんだ、でもあんまりあれだね、もうちょっとこの辺にやれるのかと思ったら、そうでもなかったね、黒はいいのか、ずっと黒悪くないじゃない黒はずっと良かったのか、あ、そうか、今これ出て一目取った手が結構厚かったんですよね、あそこね、うんうん、あれでだいぶ白持ち直したかと思ったけど、あ、そうなのか、うん、いや、わかんないけど、あ、そうか、ずっと悪かったのか、いやいや、それはわかんないけど、ね、いや、俺、あなったからね、うん、熱いのかと思ったら、そうだ、あ、これがやっぱりぬるかったのか、こういう手だな、うん、こうなるとやっぱりこうなってる方がいいでしょ、あ、そうだね、確かにね、これやっぱこの滑りでかいもんね、うん、こうやっといてこっちで打つとかね、うん、そう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 、ね、これじゃあね、あ、これ滑りが最初甘いんだね、うん、どうもね、ちょっとらしくないかと思ったけど、そうだね、うん、うん、いやこの前なんか軽く打ってひどいこう打ったからちょっと甘く打った方がいいかと思って反省してたら、うん、うん、そうか、うん、これ打ってあったんだね、あ、そう、うん、これ握手かと思ったんだよな、あ、そう、うん、こ生地の場合があるあ、そこそこそこ、うん、全然ないとか、そうそう、なんとなく気分がね、ない方がなんとなく違うでしょ、だからこれやっちゃおうかと思ったらやるぐらいだったかな、どうも、うん、でどうするかな、ね、どんどん無理かね、中央がこう今度伸び、うん、伸びは押しぐらい、押し、うん、押しぐらいかな、うん、まあ、黒もしかしもうはっきりきたからってことなんだよね、そういう意味なんだよな、ね、真ん中なら
気が楽なんで、ね、でもさ今この辺行ってダメみたいなとこ来てるからさ、うん、ちょっと辛かったね、うん、だから、うん、ここそしたらもうこっちがだいぶ今度はね、うん、やらなきゃいけなかったかな。どうもいやちょっとまだ悪くないのかと思っちゃってね、うん、これ無駄ないよね、うん、他にこれはだってダメでしょ全然ね、これ効くしね、うん、だからこれ映りになった、これで勝負だったんだね。いいと思ってる場合じゃなかったね、うん、なんかもっと厳しい手ないこれ、うん、まあしょうがないね、しょうがないだろうね、うん、でこうやって切りだね、うん、これだね、跳ねてね、うん、はい、展開ですか。中はやっぱ熱いは熱いやね、うん、こんな場合じゃなかったんだね。あれこれ、ああそうか、これ引いてくれなかったんだよな、うん、これいい手だったね。押さえ熱いしね、うん、検討の途中ですがお時間となりました。 ありがとうございました、はい、この対局の詳しい解説と棋譜は囲碁講座テキスト8月号に掲載いたします。なおテキストは電子版もありますのでどうぞご覧ください。今日の結果は趙治勲25世本因坊の中押し勝ちとなり2回戦進出を決めました。次回の対局もどうぞお楽しみに。それではさようなら。ここで当てたんですけども、その前に黒がこういうところだったんですけど、ここを利かしに来たんですよね。でこうなってこうなって、今までずっと当て打ってなかったのはこの場合によっては下がりで、下がりが効く具合もある、碁によってはね。でそれもあるし、まあ、コウ立ての具合もあるし、ですからまあこう打ってこうなってこうなって、ここで当てるのはまあ普通だと思ったんですけども、相手はこっちへ駆けついだと思ったんですね。でここへぶつかってきたんで、ここでなんかここ打ったからね、ここで取ると僕なんかずるいことしたのかと思ってあの卑怯なことでもしたのかと、なんかね気がとがめたんですけども、これはえらい大変なんです。これはもうあの黒が先手ですしね、白こう打って白が、これ白も先手ですから、 お互いの先手ですから、あの手数の損得は一点もないんで、ただ字がこれもう十目からもう気分的には20目ぐらい損したような気分なんです。だからこれがまたあのここへ手厚い手なんですけどね、ここへ打ったのも不運でしたよね。もうちょっとなんか例えばこの石を取りに行くような手を打ったとかね、そういうふうに打てばだったんですけど、これあの手厚い後手の立派な一手なんです。だから僕もすごくここへ取るのは気がとがめたんですけどね、だけどまあ勝負の世界だからしょうがないですよね。ただあのここ打ってね、普通は投げるんです。でもこの後こう打ってきたでしょ、だから僕はよほど形勢が悪かったのかなと思ってね、いやここまではまあいい勝負、僕ちょっとこのここに押さえた手がぬるかったんですよね。ここでもっと頑張んなきゃいけなかったんですけども、まだ悪くない。